こんにちは。今ですね、デイビス選手とマリオ・バリオス選手の一戦を終えてというところで、まあ、自分はですね、ロマチェンコ選手と中谷選手の一戦に、まあ、完全にね、シフトしててっていうところで、まだね、この試合は見れてないんですけど、今、視聴者様がね、結果を教えてください、まあ、それを知ることができたんですけど、まあネタバレ要素も含みますので、まだねこの一戦をご覧になってないという方がいらっしゃいましたら、このね動画の視聴を、お勧めしませんということは、申し上げます。はい。で結果はですね、デイビス選手が11ラウンド TKO 勝利を収めて、3階級制覇達成というところで、まあ自分もね、まだ試合見てないんですけど、まあ、ツイッターで、そのね、まあ、いいところの、デイビス選手の、切り抜きといいますか、その抜粋だと思うんですけど、まあ、その動画を見た限りですと、まあ、想像ではやっぱスーパーライトに上げたと。で、バリオス選手との、ね、体格の差も大きくて、で今回ちょっとこれ厳しいかもなっていうふうに思ってたんですけど、あれを見るとデイビス選手がそのパワーで、スーパーライトをにその、ね、通用しないっていうことはないのかなっていうふうに思いましたね。その動画を見る限りですよ。でそのまだ1試合、フルで見てないのでちょっとね、深々とね、申し上げることはできないんですけど、そのいいところだけを見るとちょっとね、びっくりしました。はい。でまあ、これで、3階級制覇達成というところなんですけど、まあこれでこの後ね、ライト級に落とすのか、スーパーライトと、ライト、そしてスーパーフェザーのね3階級にわたって王座保持して、まあ、そこでね、どうするのかっていうところだと思うんですけど、まあちょっとびっくりしたのが、スーパーライトのデイビスも、まあ、かなりね、強いっていうことを今日知ってちょっとびっくりしましたね。あの相手のね、バリオス選手も、ね、かなりいい選手だったんで、ちょっとね、あのような形でバリオス選手を倒すってなると、まあ、今後ね、このねスーパーライト級での活躍っていうのもね、非常に楽しみだなというふうに思いました。はい。まあそのね、先ほども申し上げましたけど、そのフルでねまだ試合見てないのでわからないんですけど、そこだけ見た感じだと、そのように思いました。はい。っていうところで、このね一戦は、デイビス選手が勝利を収めて、3階級制覇といったところでした。はい。まあ、皆さんもね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。以上です。